ヘイ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 ビットコインついに暴落するのか ETF 承認から上場して材料がない今ビットコインが上がるわけがねえと思ってる方へ材料があるのでそれをご紹介していきましょうはいそれとビットコインのロングとショートの三大取引所のポジション比率のニュースありますえ動画今日ねたくさん上げてるのであのー 申し訳ないんですけど、今日これが最後になります。はい、全部ね、短い時間で見れるので、5分ぐらいで見れるので、概要欄に今日の上げた動画、すべてリンク貼っときますので、見てください。はい、XRP の、ね、話も入ってるので。ということで、えー、ビットコインだけ軽くちょっと話していきますけど、まあ、今日も4回目なんでね、動画上げてるの <laughs> はい、い、えー、う,うことは変わらないんですけど、 白、そして下は白硬いよ下は,下はねけどこれがくせンなんだよねっていうことで落としてきた、うん、なので18日から、ね、20日のね、えー、間にこの下落圧力がね終わるというニュースもね話してるのでまあその通りにいけばねいいかなとか思っているんですけどちょっと思い出したことがあってそういえば今まで皆さんにこのね爆上げ来るぞって、ね、動画上げてきた。 中で必ずあったコンテンツがありますはいテザーの印刷です。それ今回ないじゃんって思ってね思い出しました。ということでテザー100億ドルすられたぞとか20億ドルすられたぞって言ってきて動画上げてきてまあこういう上昇全部作ってきてますね <laughs> だから今ねテザーの印刷がない今ちょっとあれだなと思って。 上ががるる要素が1つ減っっって、ねうん、っててなと思ねいうことを思います、はいまあ、この後テザーの印刷が出てくればすぐにね短い動画で紹介するんで、ね、チャンネル登録してね <laughs> よかったらねあの聞いてってくださいということでビットコインですけど、えー、このね白、うん、白の水平線それか斜めの赤ちょっと動いちゃうな、ねはい、を動いていって、うん、上抜けるっていうね話か まあさここの高値にバーク上げして抜けるとか、もうこれバーク下げするか、もどっちかですよね。はい、ということで、えー、直近はね、上に行くんいい、下に行かないっていう、うん、下に必ず行くってこともないんじゃないっていうようなね、動画上げてるんですけど、まあ、テザーのね、印刷がないんで、ちょっと寂しいなと、うん、いうことでね、まあ、どっちかね、いいところまで今、上がってきてるんですけどね、さすがにやっぱ、ここね、 戻,戻っていきなりは抜かないよね。うんということから、まあ、横に行ってもらいたいなということは思います。はい、ということで材料が出てきたのでそちら紹介してきましょう、はい。ニュースいきます、三、えー、大取引所の、ね、ビットコインロング・ショート比率ですけど三大取引所合計では24時間でビットコインロングが、えー、49.85%ショートが50.15%です。はい ショートが多いですね、えー、バイナンスロング48.87%ショート 51.13%OKX、OK、ロング48.97%ショート 51.03%DYDX ロング49.4%ショート50.6%となっていますはい次に行きましょうはい今週注目するべき暗号投資家のためのブロックのトップニュースということでこちらですね はいザロックは仮想通貨投資家が今週注目するべきニュースです。でコインベースの SEC との戦い。一月十七日。これなんだ？決着しあれしてしたんじゃなかったっけな？なんだろうね。まあいいや。これよりもさ、まあこれも大事なのかもしれないんだけど、俺が言いたいのはね、世界経済フォーラムダボス会議。十五日から現地時間のね、五日間開催されます。はい。特に現地時間十五日から五日。 さる世界経済フォーラムではリップルサークルコインベースステラヘデラなど複数の仮想通貨企業がえ仮想通貨市場について白熱した議論を繰り広げますそのため関連するコインはボラティリティが高い場合があるので注意が必要ですということでこいつかこいつで上がるのかってちょっと期待してますはいそれと <laughs> あとはテザーだよね あまあちょっと今ショートポジション持ってる人にはあの耳障りなニュースかもしれないんだけどさ、ね、あの自分自分の分析通りにあのトレードしてもらったらいいんじゃないかなって思います俺の,あの話は無視してください、はい、あとはテーザーの、ね、クジラの,あの印刷のニュースがさ出てくればすぐに動画上げるんでそれが来たら上がるぞって思ってます <laughs> この5日間で、ね まあリップルルサーークルコインベースステラヘデラでしょ、まあ他にも複数入ってるんだけどあなんか上がるようなね材料が出てプラステザーの印刷があったら完璧上にいくと思ってます。<laughs> はいということでまあ、そんな都合よくはいかねえそういうユと思った方、うん、いいねユうキ面白いニュースありがとうと思った方。 チャンネル登録、えー、グッドボタン押してもらってね、次の動画、また見ていってください。はい、それでは、今日の動画あの、以上になりますけど、コメント紹介はね、あの次の動画でやりますね。はい、では、失礼します。